の世界もこっちに。テラ、ベン。うん、また幻。たとえ幻でも、闇に飲まれることになっても会いたい。邪魔をするな。Take! Take!
終わりだ。私に合わせないつもりか！イカズチよ、それ、
さあ、はい、とどめ、せい、それ、やっ、せい、やっ、それ。終わりだ、終わらせる、えい、それ、た、やっ、せい、ふっ、いけ、ふっ、やっ、ふっ、えい、それ、た、やっ、あたれ、えい、せい、ふっ、やっ、Thank you.
せい！やっ！やっ！それ！それ！はい！終わりだ！癒しよ！やっ！Thank you.
テラ、ベン。アクア、俺は。テラ、話せるの？俺が見えるのか？もちろん、ベンも見えてるわ。ベンも、ここにいるのか？テラ、どうしたの？あなたには見えないの？ここはどこだ？闇の世界に飲み込まれたエンチャンテッドドミニオン。世界は闇に飲まれたのか？どうしたの、テラ？あなたは本物のテラなの？私の心の弱さが見せた幻ではなかったの？ベン、あなたは話せないの？アクア、落ち着くんだ。俺は本物であって、本物の姿ではない。どういうこと？俺をテラと呼ぶのなら、アクアに見えているのは俺のかつての姿だろう。しかし見えているのは心の中にある過去の俺の姿。今の俺は暗闇の中にいる。あなたもこちらに、闇の世界に来ているの？いや、心だけが闇の世界につながってる。だからこうして話せているんだ。だが俺には何も見えていない。もしベンが見えているのなら、俺の姿同様、お前の心が見せている幻だろう。そうなのね。じゃあ、あなたもベンも元の世界にいるのね？おそらく。よかった。でも、なぜここに？つながり、闇の中に悪を感じた。でも、なぜあなたの心は闇の世界につながっているの？暗闇の中ってどこにいるの？俺のことはいい。それより、ゼアノートはベンを探している。ベンは見つけられないわ。安全な場所に隠しているもの。姿を現しても何も話してくれないのは、まだ安全に眠っているからだと思う。ダメだ、抑えきれない。それは、目覚めの部屋か？そう。あなたは誰？何を言っている？俺は。ダメだ、アクア！テラ！俺はまだゼアノートと共にある。奴は俺を使い、ベンの居場所を聞き出そうとしたんだ。黙れ！俺は諦めない、アクア、お前も。まだ抗うか！テラ！アクア！このまま闇に溶けてしまえ！ベン。させるか！このまま闇に溶けて。アクア、大丈夫かい？ミッキー、どうして？あ、テラ、ベン。話は後にしよう。闇に仕組む者。あれはハートレスだ。これまでだ。せい。やっちゃう。はい。それ。
それにしても、まさかこんなところで再会できるなんて思いもしなかった。一体何があったんだい？テラとベンを見ませんでしたか？君しか見なかったよ。私の心の弱さが闇につけ込まれました。そう。でも大丈夫そうだ。はい。ずっと君たちを探していたんだ。どうして闇の世界に？光の世界ではどれくらい時間が経ちましたか？約10年。そうですか。私はあの後、ベンを安全な場所に隠し、テラの元へ向かったんです。しかしテラを闇に奪われそうになり、それを阻止するには、私が闇の世界に残るしかなかったんです。そう、だったんだね。ミッキーこそ、なぜ闇の世界に？光の世界に、何が起きているんですか？いくつもの世界が、ハートレスに襲われて闇に飲まれてる。それぞれの世界の心が奪われているんだ。これ以上の闇の侵食を防ぐためにも、光と闇、双方の世界から扉を閉じなければいけない。それには闇の世界にある鍵が必要なんだ。それで闇の世界への入り口を探していたんだけど、世界の境界は不安定になっていてね。光と闇の狭間にある世界では、どこかの世界が闇に飲まれるたびに、闇への入り口が開閉していたんだ。そして闇の中に懐かしい光を感じたんだ。そのつながりをたどって進むと、君がいた。つながり。きっとテラとベンがミッキーとの再会に導いてくれたんだと思います。うん。しかし世界はまた闇の脅威に。テラは光の世界にいないのでしょうか？まだ見つかっていないんだ。そうですか。でもテラはまだ戦い続けています。心は闇に落ちていない。私にも諦めるなと言っていました。そうなんだね。それなら安心だ。はい。
でもベンの方は私が戻らなければ目覚めません。だから私は光の世界に帰らなければいけません。うん、じゃあ鍵を探して一緒に帰ろう。帰り道は分かっているんですか？いや、それが入り口を探すのがやっとで、帰り道のことまでは考えてなかったんだ。でも二人ならなんとかなるさ。相変わらずですね。鍵が導く心のままに。ずいぶん古い言葉を使うんですね。大昔のキーブレード使いたちが交わした言葉。今はこの言葉を信じてみたくなったんだ。さあ行こう。